こんにちは、タカチャンネルのタカです。今回はおもちゃ屋さんの倉庫というところに行っておもちゃを買ってきました。こちらのおもちゃ屋さんの倉庫という場所なんですけど、 YouTuber の方がかなり紹介しているんで、僕も影響されて買いに行ってきました。で、おもちゃ屋さんの倉庫、家の近くから探して買いに行ったんですけど、車でだいたい20分ぐらいのところにありました。すごく近いところにあったんで良かったです。というわけでね、紹介していきたいと思います。最後までお見逃しなくよろしくお願いします。いきますよ、せーの。はい、というわけでこちらが、おもちゃ屋さんの倉庫で買いましたデラックスシフトカーセットですね。仮面ライダードライ出てきました。こちらね、ベガスっていうねシフトカーがね、あの仮面ライダー芸人でねやりましたよね。はい、ベガス体が半分になって、あの移動したりしていろんなとこ移動してガーってやってなって、もうすごいことになってましたよね。はい、すごかったです。というわけで、99円でした。税抜きですよ。で、1400円が99円ってことでね。はい、こちらでは次行ってみましょう。値段順に発表していきますんでね、せーの。はい、というわけで SG ライダーガシャット02と03、こちらを買いました。500円が250円というわけでね、とっても安い、半額で激安特価って書いてありました。で、こちらドレミファビートのねガシャットですね。はい、爆走バイクとドレミファビートがありました。はい、02はね、はい、03なんですけど、03はねもうコンプ状態でありました。03全部あるんでね、こちら紹介していきます。はい、まずジュージューバーガーでしょ。はい、ジェットコンバットガシャットですね。はい、オーズです。ハッピーバースデードライ、タイプスピード、先ほどのねドライブシフトカーでおなじみのドライブのガシャットですね。フルスロットルドライブ、はい、というわけです。お買い得ですよね、ほんとお買い得、こんだけのガシャット。はい、じゃあどんどん行きましょう。次行きましょう、せーの。はい、というわけで、こちら1800円が299円で売られてました。手裏剣戦隊ニンニンジャーの5トンニン手裏剣です。はい、メラメラじゃあ、モクモクじゃあ、そんな感じでいろんな術を使えるんですよね。おもちゃ屋さんの倉庫なんですけど、ほんと全国展開してまして、関東圏に結構多いみたいで、皆さんもねぜひ探してみてください。ぜひホームページのリンクも下に貼っとくんでね、ぜひ見てみてください。というわけで続いての商品いきます、せーの。はい、というわけでスターウォーズからフォースの覚醒からですね、12インチフィギュアのフィンですね。こちらアマゾンで調べたんですけど800円でした。おもちゃの倉庫では499円で売られてました。はい、顔もすごくリアルに作られてます。はい、こんな感じで、うー、かっこいい、ふぅ、いいね、ふぅ。というわけで、ここにね一応ラインナップがね出てるんですけど、ダース・ベイダー、カイロ・レン、ストームトルーパー、この3つがねラインナップで出てます。ここに銃がね入ってます。銃のねブラスターが入ってます。タカラトミーから出てる商品ですね。はい、続いては何かな、くる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 、はい、出ました。こちらガブガブ変身銃、はい、デラックスリューツエーダーです。はい、こちらね金額発表しますよ、驚きますよ。はい、まず4200円が定価ですね。こちらそれが1299円です。やったー、1299円だ、安いぜ安いぜ。こちらねいろんな遊び方できるんですよね。変身モードね、で召喚、合体、必殺攻撃、特殊攻撃。ちょっと箱の状態が悪かったんですけど買っちゃいました。ジャイアンの声やってる人が喋るですよね、このおもちゃね。はい、開けるの楽しみです。こちらぜひ開けて開封レビューしたいなと思ってます。さあ続いて何が出るかな、何が出るかな、デリリリンテンデリル。はい、出ました、こちら。はい、一緒に遊ぼう、チワワのミルク。こちらなんとなんと2500円が2000円になってました。はい、セールで500円引きですけどね。まあ、本命ですね今回の。あのとことこ歩いて時々バックするっていうね、こちらに尻尾を振りながら少しずつ前に進みます。で尻尾を振りながらバックします。で止まって泣きます。かわいいねこれ。うちのマンションペット飼えないんで奥さんと2人で暮らしてますけど、これで遊ぼうかなと思ってます。楽しみです。愛嬌のある顔してるでしょ。ラストです、いきます、せーの。
はい、というわけでこちらリカちゃん人形です。こちら奥さんのために買いました。奥さんがね、どうしてもね、このね、ツインテールのね、リカちゃんが欲しいって言ってたんで買っちゃいました。はい、価格はなんと3000円からの2400円税抜きです。はい、こちら素晴らしいよね、可愛いよね。まあ、リカちゃんに僕興味ないですけど、でもクオリティがほんとすごいいいですよね、最近のリカちゃん本当に。というわけでね、総額発表します。じゃん、8473円でした。はい、安いです。皆さんもね、おもちゃ屋さんの倉庫に足を運んで、ぜひいいもの見つけたら買ってみてください。楽しいですよ。次回もまた見てくださいね。グッバイ。